やはり良いシーズンにしたいと思います。その良いというところの定義をしっかりとクラブの中で共有したいですし、もちろん選手と、ファンサポーターの、ねその部分でも、共有していきたいなと思います。はい、まあ、皆さんの、イメージ通りかなと思います。まあ、例年やはり出ていく選手が多いと、今年はそれを、最低限に、抑えることができたこと、かつ、新加入の選手も本当に適材適所に、しっかりと我々が欲しい選手が取れた、なので、まあ、本当にこう一歩ずつ、このクラブが成長しているというところの、まずは先週この選手が集まったところでは証明ができているんじゃないかなと思います。あとはやはりこのピッチの中で、彼らがどういうキャラクターを持っているか、それによって、まあ、大枠のねこういうものをやりたいというものがあるんですけど、あとはやはり選手がやることによって、選手のベースを見て、少しずつ、もっともっといいものができるなというところを植え付けていきたいと思いますし、まあ、やはり強いチームにしていきたいなと思います。まあ、やはりシーズン長いですけれども、我々は、上を目指してやっていきたいと思いますし、上を目指していくと、頂点というものが見えると思いますので、そのメンタリティですよね、本当に下を向かずに上だけ見て、気づいたらそこにいるというような、そういうシーズンにしていきたいなと